大手外食チェーン、ワタミの執行役員が社員に対し、労働基準法で定められた残業時間の上限を超える労働を求めたと受け取れる発言をしていたことが週刊誌の取材で分かった創業者の渡辺美樹氏62が12年ぶりに社長に復帰したワタミ、コロナ禍で外食事業が厳しい中、渡辺氏が新たな収益源として力を注いでいるのが、ワタミの宅食だ。 11月12日発表の中間決算でも、宅食事業の売上高は約178億円で、国内外食事業の約75億円を大きく上回一等、ワタミをめぐっては、過去に新入社員が過労自殺するなど、ブラック。 ぶりが問題視されてきた、拓殖事業をめぐっても、昨年9月、営業所長の残業代未払いに関して、労働基準監督署から是正勧告が出されている、さらに今年3月にも、月75時間を超える残業をさせていたとして、是正勧告が出されていた、その拓殖事業のトップである拓殖事業本部長に、10月1日付きで、起用されたのが、執行役員の肘岡昭彦氏が、10月の最終週、 全国で数百名いる、ワタミの宅職、営業所の所長に向け、社内ネットで1トンの動画が配信された。週刊誌が入手した動画によれば、肘岡氏は以下のように語っている。肘岡、11月の残業が増えるということは、増えるということは問題がありませんし、逆に言うと、増やしてください。で、必ず今述べたような施策を。 必ずやるといいう,うに考えてください労働基準法で定められた残業時間の上限は原則的に月45時間だが次のように続けたひじか残業に関してはですね会社の考え方として残業は必要に応じてしてくださいというスタンスですけれどもただし皆さんの健康を考えて45時間というのを目安にしてます。 ですから45時間というのを一つの目安として、上長とご相談をしてみてください。ただ11月はですね、強化月間ということで、45時間を超えるということがあってもいいというふうに考えてます。どうしても労働基準法に触れるので80時間というのはできませんけれども、45時間超えるということも、会社としては構いませんので、そして、動画の最後は、こう締めくくったのだった。 ひじか一番の優先順位を営業活動にすると残業を守るということじゃなく営業活動するということを最重要に考えていただいて11月頑張ってください労働法に詳しい三永京弁護士が指摘する新入社員が過労自殺した再渡辺氏らは全面的に責任を認め再発防止を制約したところが昨年 再び残業をめぐって是正勧告を受け、悪兵を断ち切れていないことがうかがえます。そんな中で、老基法の原則的上限である45時間を守るより営業活動が優先と発信すれば、長時間労働に苦しむ社員が生まれ、新たな犠牲者も出しかねません。明らかに不適切な発言です。 ワタミは、肘岡氏の発言をどう受け止めているのか、ワタミに事実関係の確認を求めたところ、以下のように回答した、当該執行役員はご指摘の動画内で労働基準法を守った上で残業する場合は上司に相談して適切な手続きをするようにとも発言し、法令を遵守する姿勢の発言を明確にしております。 実際、渡見宅食事業の今年度の平均残業時間は法令を下回る水準となっており、法令遵守を徹底しております。一方で、会長兼社長の渡辺美紀が、労働環境改善を掲げる企業方針を打ち出している中で、今回の発言は誤解を生む表現であり、適切でないと真摯に受け止め改善いたします。渡辺からは、当該執行役員に対して、 今回の発言は誤解を生む表現であり、適切ではないと厳しく注意がなされました。ワタミをめぐっては、社員の労働環境をめぐる問題が相次ぎ、その度に渡辺氏は労働環境の改善を掲げてきた。そうした中で、宅職事業部門のトップ自らが残業を求める動画の存在が明るみに出たことで、社員に過大な労働を求める同社の企業体質が改めて問われることになりそうだ。